毎年僕は初詣もそうなんですけど、お、これはもう初詣の準備かな、初詣もそうなんですけど、前もここね、僕ね子供の頃からここの神社にずっと来て、まあ大人になってからもいろいろなね お願い事をしたらいけないと言われてますけど、さまざまなお願い事をしながら、お焚き上げでもこの時間になったから終わっちゃってね、さまざまな お願い事をしながら今日まで来ておりますね。だけどこの感謝の気持ちっていうのを忘れないために、必ず星のね背にはご挨拶に来るようにしてます、お礼を言いに来るようにしておりますという感じでね、ここね前もあれなんですけど、僕がね子供の頃ね、こうすごく広く感じてね、ここで遊んだりもしておりました。はい、ということでまず、手水舎と書いて手水屋に着いたので、一回ちょっとお清めしたいと思います。あ、でもこれあれだな、綺麗な水じゃないから今日はお清め初です。ちょっとね、逆にね、なんかなんだろうな、流れてない水はちょっと不安なんでね。はい、ということでこれね、神様ね正面から映さないようにしておきましょうね。神様は正面から映さないということでね、神様に挨拶して、昨日はね、父のお墓の方も、ね、お掃除させていただいて、ご挨拶させていただいたんで、今年のね行事、しっかりできたかなと思っております。そんな感じでしたらね、皆さんもね良いお年をお迎えください。来年もよろしくね。さあね、そんな感じで今年の、ね、お礼の方もしっかりと終わりました、ということでですね、帰りたいと思います、ね、こんなこっちが映しててもね、あれなんですけど、何か映ってはいけないものが映ってても言わないでいいですからね。ということでもう一回になりますけども、ね、本年もねたくさんたくさんの、ご協力と、ね、応援ありがとうございました。これ階段だからね、これ階段、ね、最後の最後でね踏み外して骨折でもしたらたまんないんでね、そして来年もよろしくお願いします。皆さんも良いお年を。